今回はグラストヘイムアビス、こちらの凶悪なレイドリックさん、必勝法が見つかったような気がするので遊びに行ってこようかなと思っております。ということで行きましょう。こう入った瞬間にどうしようかな、ちょっと待って1ね。とりあえずね、まあいろいろと試してみたいことはあるんで試していこうかと思っておりますよ。いやはや、これね、この動画がきちんと今皆様の目に留まるように公開されていればいいんですけれども、お蔵入りになっている可能性は大いにある。ガハハハハ、一人だけ一人だけ、これちょっと待って、これ NG ね、これ NG です。あー、これサイケックウェーブの中に入ると範囲、これダメなやつ。あ、でもなんか戦えてるぞ。これはこれはいいのでは、これはいいのでは、完封やな。いけそう、いけそうだな。でもいけそうだな、でもいけそう。もうちょい試してみよう。どうよこれ、完全に無敵ちゃうの。勝ったな魔法は飛んでくる魔法は飛んでくるけど、これバジリカの中に入るとサイキックウェーブの効果なくなってまうんやな。うわーうわー、やばい、これやばい。ふうセーフ、ふう勝ったな。飛んでったそれは想定外。これあれだな、今のは止めたからだな、今のは止めたからだな。ちょっともうちょい、もうちょい検証。いいんじゃないこれ、いいんじゃないこれ。残影残影で飛んでく、分かってた、分かってたけどね。ちょ、これ危ね、怖え、恐ろしや、恐ろしや。ふう、そしてバジリカが切れるまで何もできない何もできないやつ、爆裂入ってもうてるな、これな。爆裂、爆裂入ってもうてる。よーし、もっかいだ。倒してもうたか。ハゲはこれ、完封やな、これ。ハゲは完封できるのでは？ハゲは完封、ハゲは完封できるな、これ。小刻みなこの外に入るのと中に入るの、小刻みのこの作業、もう完封だわこれ。恐るるに足らんわグラストヘイムアビス。この小刻みな、これ本当に、これ本当に意味あるかな。楽勝やな。よーし、勝ったな、これだ、これだけのモンハン相手に。この小刻みにね、外に出るのと中に入るの、小刻みにこれ外に出るのと中に入るのが、このね細かい、これもテクニック、一つのテクニックですよこれ。ああ残念した、恐ろしい、恐ろしい、これちょっと待って、これあーあああああああ
まあこうなるよね。分かってたけどさ。